こんにちは、もしくはこんばんは、マサトパパです。今回はオイルヒーターについて、そしてオイルヒーターの使い方について、さらに実際にワンシーズン使った去年の電気代とおすすめについてまでお話しします。オイルヒーターは最近使う方が増えてきている暖房器具です。電気代が高いとか、部屋が全然温まらないとか言われることもありますが、条件が揃えば間違いなくエアコンより冬を快適に過ごせます。メリットとデメリットに分けてお話しします。まずはメリットを5つです。1つ目は安全性です。オイルヒーターは中に入っているオイルを電気の熱で温めて、パネル内で循環させて、パネルからの放熱で部屋全体を温めていきます。火を使ったり高温になったりする部分がなくて、表面温度は60度から高くても80度ぐらいまでしか上がりません。紙や布がすぐに燃えたりはしませんし、小さいお子さんやご年配の方やペットが間違って触ってしまってもすぐに火傷するような危険もありません。オイルヒーターのメリット2つ目は空気が乾燥しにくいことです。エアコンやファンヒーターのように風を出して部屋を温めるわけではなくて、輻射熱と自然対流で床や壁や天井や家具などを温めますので、空気が乾燥しにくくて、ホコリも舞わず吹き出し口から嫌な匂いがすることもありません。オイルヒーターのメリット3つ目は暖かさが続くことです。本体からの熱だけではなくて、床や壁や天井を温めていますので、日だまりのような暖かさが電源を切った後も続いて、換気をしても体感温度が下がりにくいです。この特徴を生かして自動運転の機能があるモデルでは、節電しながらうまく室温をキープしてくれます。オイルヒーターのメリット4つ目は静かさです。風を送るファンなどの駆動する部分がありませんので、音がほとんどしません。寝室や静かにテレビを見たり本を読んだりしたい時に音で邪魔することはありません。オイルヒーターのメリット5つ目はメンテナンスがほとんどいらないことです。ホコリがたまらないように、気になった時に表面を拭くだけで大丈夫です。また中に入っているオイルは難燃性で、燃やすわけではありませんので、給油も交換も必要ありません。デメリットについても4つお話しします。1つ目は暖かくなるまでに時間がかかることです。オイルヒーターは暖かくなり始めるまでに20分ぐらいかかります。元の室温によっては30分ぐらいかかってしまうこともあります。なので家に帰ってすぐに寒い部屋を温めたいという場合には、他の暖房器具を併用する必要があります。ただ時間がかかってしまうことについては、タイマー機能があるモデルであれば帰る時間や起きる時間に合わせて電源を入れておくことができますし、最近のモデルでは Wi-Fi に対応していて、スマホアプリで外からでも電源のオンオフや温度調節ができたりします。オイルヒーターのデメリット2つ目は電気代が高いことです。対応している部屋の大きさにもよりますが、オイルヒーターの消費電力は最大で1200ワットから1500ワットぐらいあります。最大値が大きいので、コンセントを単独で使用するよう注意があります。ただ電気を最大で使うのは最初だけです。エコモードや自動運転を併用すると、13畳のリビングを20度設定で使った場合の平均電気代は1時間に18円から19円台で収まります。これは800ワットの電気ストーブより安い計算になります。またオイルヒーターは体感温度が高いので、他の暖房器具に比べて設定温度を低くしても十分に暖かさを感じられます。オイルヒーターのデメリット3つ目はある程度の気密性がいることです。一度室温が下がってしまうと、また上がるまでに時間がかかってしまいますので、隙間風
とまではいかなくても空気の入れ替わりが多めのお家や部屋には向きません。木造の戸建て住宅ではほとんど温まらないというコメントもよくいただきます。オイルヒーターのデメリット4つ目はそのまま処分ができないことです。これはお住まいの自治体にもよるんですが、オイルヒーターは中に何年製のオイルが入っていますので、普通の家電としては処分できません。メーカーさんによっては回収してくれるところもありますが、回収してくれないメーカーさんの場合は、お住まいの自治体への確認が必要です。では次にオイルヒーターの使い方についてです。まずは置き場所ですが、これは窓際や入り口など冷気が入ってくる近くに置きましょう。自然対流でゆっくりと暖かい空気が上に上がっていきますので、冷気の侵入を防ぐことができます。マサトパパは去年サーキュレーターと同じで部屋の真ん中からの自然対流でうまく空気が流れるかと思って試してみましたが、結局窓際が一番効率が良かったです。窓は場合によっては部屋の温度の 50% 以上を奪うと言われていますので、ここを抑えることが一番大事なんですね。設定温度についてはエアコンより低くしても大丈夫です。オイルヒーターは他の暖房器具に比べて体感温度が高いので20度とか、寝る時であれば18度や16度ぐらいの設定でも寒さを感じにくくできます。細かい温度については個人差がありますので、いろいろ調整してみてくださいね。電気代についてはエコモードや自動運転を使って節電しましょう。急いで部屋を温めたい時以外はずっとエコモードでも全然大丈夫です。時間ごとに温度設定ができるタイマー機能があればさらに節電できます。では去年の電気代とおすすめについてです。マサトパパは去年の冬から初めてオイルヒーターを使い始めました。このマンションは築30年以上なんですが、気密性はなんとかあるようで、去年の冬はエアコンを使わずに快適に過ごせました。電源をエアコン専用のコンセントから取っていましたので間違いないです。使ったのは2つ、この部屋用のオイルヒーターとこの壁の向こうのリビング用のオイルレスヒーターです。1つ目はこの部屋用に買ったユーレックスさんのオイルヒーター LFX8BH です。ユーレックスさんは1989年に長野県で創業したオイルヒーター専門の会社です。3畳から8畳まで対応、 0W、500W、700W、1200W の室温の変化に応じて自動的に選びます。24時間を1時間ごとに温度設定できるタイマー機能も搭載、エコモードも搭載、そして最後は不要になったオイルヒーターを回収するサービスまであります。マサトパパは寝る時間が不定期なので、寝る前に消してタイマーにして起きる1時間前ぐらいからつくように設定していました。あといろいろ試した結果、窓際に置くようになってからは窓の結露もかなり抑えられるようになりました。去年ワンシーズン使った2つ目はデロンギさんのオイルレスヒーター MDHU15 です。マルチダイナミックヒーターという商品名がついています。オイルレスヒーターはオイルヒーターとは違って液体の油の代わりに金属など他のものを温めます。オイルヒーターの弱点である速暖性をアップさせて従来の2倍の速さで部屋を温められます。オイルが入っていない分、本体が軽いという特徴もあります。ただし、値段は高いです。オイルヒーターが2万円から3万円台が多いのに対して、オイルレスヒーターは
5万円以上するものが多いです。デロンギさんは1974年創業のイタリアの会社で、日本でも9年連続で最も売れている電気ヒーターブランドです。MDHU15 は10畳から13畳まで対応。約60度で火傷しにくい表面温度。5段階32通りの温度コントロールで、設定温度からプラスマイナス 0.1 度の範囲でしっかりキープ。最大消費電力は 1500W ですが、節電効率も良いとしています。デロンギさんのマルチダイナミックヒーターには、専用アプリで操作ができたり、GPS の位置情報でオンオフができたりする Wi-Fi モデルもあります。リビングについても夜誰もいなくなる時に消して、朝はタイマーで起きる1時間前に着くように設定していました。寝る時と出かけている時以外はずっとエコモードでつけっぱなしでした。去年と一昨年の電気代はこうなっていました。途中で電力会社を乗り換えているので、一部締め日は変わっていますが、グラフにするとこうなります。使い方が良くなかった10月や11月は電気代が2倍、3倍になっていましたが、使い方を工夫してからは電気代が一番高かった1月で 1.3 倍程度に収まりました。今まではエアコンと小型のセラミックファンヒーターを併用していたところを、オイルヒーターとオイルレスヒーターの2台を使って 1.3 倍程度なら十分許容範囲内です。使用環境にもよりますが、1台だけなら 1.2 倍にもならないと思います。どちらの部屋でも設定温度を19度から21度ぐらいの範囲で調節して使っていましたが、真冬でも部屋が暖かいというか、室温が低くても寒さを感じなかったです。この快適さは輻射熱で温めるオイルヒーターならではのものだと思います。マサトパパも使っているオイルヒーターとその他いくつかのおすすめは概要欄にリンクがありますので、よかったら見に行ってもらって参考にしてください。毎回コメントをいただいている夢暖房と談話室もおすすめですよ。今回はオイルヒーター電気代高い？おすすめは？でした。これからも知らないことで損をしないための守りの知識を紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。コメント欄に感想や補足もお待ちしています。今回も取材協力ということでエディオンナンバー本店さんで最新の情報を教えてもらいました。では今回は以上です。動画を閉じる前に高評価ボタンお願いします。ではまた次の動画で。